キングダイヤモンドは、デンマーク出身のロックミュージシャン、ボーカリスト、裏声を駆使した、ハイトーンボーカルと、シアトリカルなパフォーマンスを駆使し、冠名のヘビメタルバンド、キングダイヤモンドを率いて活動している。母国語デンマーク語、ネイティブレベルの英語の他に、三余カ国語のヨーロッパ言語を話すマルチリンがある。首都コペンハーゲン郊外のビズオアで生まれたキングは、 ブラックローズというハードロックバンドで活動。そしてハンク・シャーマン、マイケル・デナー、ティミ・ハンセンと出会い、1980年にマーシフル・フェイトを結成。1985年に解散するまでに、自主制作のミニアルバム1枚と、ロードランナーレコードからのフルアルバム2枚を発表する。USA サン・アントニオ公演キングは、マーシフル・フェイト時代の名優のマイケルと、ティミにアンディラ・ロックと、 ミッキー・ d を加えた夫人で、キング・ダイヤモンドを結成。引き続き、ロードランナーレコードに在籍する。企画物のシングル、ノープレゼンツフォーザクリスマスを経て、アルバム、フェイタルポートレートで本格的にデビュー。続く、アビゲールの成功で、バンドの知名度は一気に上がった。しかし、マイケルとティーミが脱退し、以後、メンバーは流動的になる。4作目。 コンスピラシーの発表と前後して、ミッキー・ d も脱退した。それでも、公認ドラマーにスノー・ウィー・ショーを迎え、試合を発表するが、バンドは活動休止に追い込まれた。キングは1992年、マーシフル・フェイト再結成に加わり、メタルブレードに移籍。その後、キング・ダイヤモンドの方も活動を再開させる、相棒・アンディラ・ロックに加え、新たに、ハーブ・シモンセン、クリス・エステス。 ダーリン・アンソニーを迎えて復活作ザ・スパイダーズ・ララバイ発表。それから、キング・ダイヤモンドも再始動を果たし、掛け持ちで活動する。1999年にマーシュフル・フェイトが再び解散してからは、キング・ダイヤモンドに専念。傑作、アビゲールの続編にあたるアビゲール2、ザ・リベンジ以降は、キングとアンディの二人にマイク・ウェット、マット・トンプソン。 1987年から1989年に在籍していたハルパティーノというラインナップで活動している。また、キングはデイブ・グロールのプロジェクトアルバムプロボットにもゲスト参加。2005年にはロードランナーレコード25周年を記念したプロジェクトロードランナーユナイテッドのアルバムオールスターセッションズにも参加している。2010年、心臓発作により、 心臓三死バイパス手術を受けた。2013年、ラウドパークでキャリアを通して初来日の予定であったが、機材の遅れに伴い運営側から直前に出演をキャンセルされたことを公式サイトで公表した。イタリア・ミラノ公演キングは、全く独特の歌い方でカルト的な人気を得た。不気味にうごめく低音中音域と、裏声を駆使した高音の極端なコントラストが、楽曲にドラマを与えている。 クレードル・オブ・フィルスのボーカリスト、ダニ・フィルスを筆頭に、白黒のメイクも合わせて、後のメロディックデスメタルや、ブラックメタルに大きな影響を与えた。両方とも、得意な個性の持ち主であるキングがボーカルを務め、不気味さと美しさを融合した、ヘビーメタルを創造している。また、キング以外にも、両方に席を置いたことのあるメンバーは多い。しかし、マーシュフル・フェイトは、 ハンク・シャーマンとの相当バンドであり、ハンクの作曲能力も大きな鍵となっていた。それに対し、キング・ダイヤモンドには、アンディラ・ロックという名産謀もいるが、基本的には、キングのコンセプトを具現化するバンドと言っていい。また、マーシフル・フェイトが、楽曲単位でドラマを演出するのに対し、キング・ダイヤモンドは、コンセプトアルバムが多いのも特徴である。妻が、悪魔の子を見ごもる。アビゲール、 サイコホラー的なザ・グレーブ・ヤードイエス・キリストは実は生きていたという奇想天外な発想をもとにしたハウス・オブ・ゴッドと、多彩な恐怖物語を綴っているキング・ダイヤモンドが主催を務める冠無理名義のヘビメタルバンドギタリストのアンディラ・ロッカと共に1985年から活動マーシュフル・フェイトの項目参照キング・ダイヤモンド・パフォーマンス・アット・ラウド・パーク・ジャパン キャンセルドバイプロモーター公式サイトより、ラウドパーク、10、22、出演予定だった、キングダイヤモンドの出演がキャンセルにロー69、ありがとうございます。